ひょんなことからウルトラマンの力を手にしてしまった俺たち。正体を晒したら負けるのは許されなくなるぞ。でも俺たちがやんなきゃだろ。とりあえず戦っていくことを決めたんだけど。なあなあ勝兄、やっぱさ決めポーズみたいのあった方が僕ね。これだよ。ちょっとは真面目に考えろよな。母さんの交換日記に書いてあった絵のこととか気にならんわけ？お、いいの思いついた。まず勝兄が四つん這いになるだろ。でその上に俺がまたがって。それかっこいいのお前だけだろ。今、俺たちはアイゼンテック社に来ている。どうしてこんなことになったのかというと、きっかけは母さんと父さんの交換日記だ。父さん、これが一体何かわかる？15年前か。この絵がなんだかよくわかんないけど、ちょうどこの時期ミーシャン、いや母さんはアイゼンテック社でアイゼンさんと共同研究していたからな。その時のものなんじゃないか。何でもいいんだけどさ、母さんの仕事のことで覚えてることなんかない？ああ、仕事の話はあんまりうちではしなかったからね。まあ父さんが聞いたところでちんぷんかんぷんだしな。って何がおかしいんだ？ちょっと、アイゼンさんが母さんと共同研究してたのってやっぱこれじゃない？むやみに出すんじゃない。アイゼンさんは俺らしか知らないはずのウルトラマンを知ってるし、アイゼンテックに行ってさ話聞くしかないじゃん。おい、それは無理だって。私も行きたいです。おお、アイゼンテックに二人で行こうなんてずるいです。よし、行こうか、勝兄。結局二人に強引に押し切られる形になってしまい、はあ、なんか嫌な予感がする。みなと朝日様とそのお連れ様、こちらへどうぞ。はい。社長は今飛んでまいりますので。飛んでまいります。この後の空は気持ちいいな。アイゼンマコです。あ、またいいのを感じちゃった。一難去ったら空を飛べ。これどうだ？
アイゼンさんのお言葉だ。とても素敵です。さすが社長ですね。はいダーリン、今の私の名言集に加えてくれ。一難去ったら空を飛べ。お、登録しました。社長、こちら面会記号の。あ、知ってるよ。君たちのことはもちろん知ってるよ。ここまで出てるんだけどね。ヒント。港美穂の息子で長男の港勝美です。あの港勝美の勝夫ったら港勝美の息子。あ、すいません、こっちは弟の港勇です。そうそう、港美穂さんの息子さんたちだ。大きくなったね。もちろんすぐ分かったよ。こちらのお嬢さんは。妹の朝日です。こんにちはです。娘さんがいるとは知らなかった。よろしくね。石の鳥。アイゼンさん、大丈夫っすか。なに、私のことは心配ご無用。じゃあ、行こうか。はい、それです。どうぞ。はい、朝日ちゃん。はい、サニー君。はい、カズミ君。そ、はい、マコト君。そしてこっち。あれ、小島さん、髪切ったね。素敵だ。あ、豊武君、娘さんが来週誕生日だったね。美味しいジェラートを送っておくよ。あ、大杉君、この間これ美味しかったね。これ、今度これ行きましょうよ。これ。さすがアイゼンさん、すげえ気さくだな。急に押しかけたのに申し訳ないよ。全然 OK だよ。アイとゼイのアイゼンテックはね、未来を見据え新たなライフスタイルをイノベーションを目指し。あ、この写真は何ですか。ああ、俺は創業者である父とその会社アイゼンテック工だよ。へえ、これが。この頃はまだ小さな町工房だったんだ。それを私の代で事業を拡大し、あやかしにやってきたんだ。名前もアイゼンテック工からアイゼンテックに変えたんだよね。世界に打って出るにはやっぱりグローバルな名前にしたい。パワードフットギアの進化版なんだ。脳内パルスをダイレクトに送り筋肉へ向けて。あの、私やってみてもいいですか。おい、ずうずうしいぞ。すみません。おい、吉村君、お嬢さんにフットギア着せてあげる。はい、わかりました。えー、わーい、やったー。さあ、そろそろ本題に入ろうか。君たちの要件は何だい。遊びに来たわけじゃないだろう。実はアイゼンさん、ちょっと見てもらいたいものがありまして。これなんですけど。ああ、これか。この話をするにはまずあやかしの歴史から語らないといけないんだけど、あやか星の伝説は知ってるよね。もちろん知ってるっす。空からあやか星が降り注ぎ、そこからもののけが生まれたっていうおとぎ話ですよね。あやかしの人なら誰でも知ってるこの話。あながちおとぎ話とは言い切れないんだ。おとぎ話ではない。どういうことですか。あれ、いいね、興味が湧いてきたかな。現地の調査と過去の文献を照らし合わせてみたんだけど、私はある一つの仮説にたどり着いたんだ。このせんべいがあやか星とするよね。これが宇宙から飛来してきた。じゃじゃあ、通説ではこれが隕石だと言われているんだけど、実はこの正体、巨大生物ではないかと思われるんだ。しかも3体。え？ちょっとこれ持って。はい、はい、持って。
よ。はいはい、はい、ここ上げて、早く上げて、はい、この3つが巨大生物、これがもつれ合いながら落ちてきて、1300人あやかしに激突、そしてあるものとなって飛び散っちゃった。これがそれなんじゃないかってね。私はこの仮説を証明するためにここあやかしにアイゼンテックを構え、君たちのお母さんであり宇宙考古学者の港美代さんと研究を行ったんだ。そうなんですね。さらに言うと美代さんと研究を進めた結果、戦った3体のうち2体が光の巨人なんじゃないかと推測されるんだ。そしてそのもののことを私はこう呼んでいる。ウルトラマン。正解、ウルトラマン。君とは気が合うね。しかし一緒に研究を行っていた君たちの母親である美代さんは15年前突然姿を消してしまった。美代さんが姿を消したとともに研究成果もなくなっちゃったんだよね。それが元で犯罪に巻き込まれた可能性も考えられるとして、警察も随分動いたし、私もかなり探したんだけどね。君たちにはすまないと思っている。お、危険です。巨大生物が急接近しています。直ちに地下へ避難してください。アイゼン誠はこれぐらいじゃへこたれないよ。これはいよいよまずいね。続きは後でしよう。こっちこっち、押さないようにね。地下室は全員入れるからね。あ、待って、あ、おお、朝日ちゃん、お兄さんたちは行くところがあるから朝日だけ先に避難しろって。ああ、そう。カツニ、やれっか。ああ、ここは俺たちが止めるしかないな。オッケー、俺色に染め上げろ。うん、セレクト、クリスタル、ウルトラマン太郎、後浮き、フレンド炎、ウルトラマンロスト、フレイム、セレクト、クリスタル、ウルトラマン銀河、あとは水、ポンペキのみ、ウルトラマンブル、アクア、
え、これってもしかして石の鳥。こいつかなりやべえやつじゃん。大丈夫か？なんとか。よし。そんなすげえもんどこで見つけたんだよ。頭に武器が仕込んであったんだ。よーし、だったら。ふっ、ウルスラカーブ。これであいつを仕留めてやる。よく見ろ、下手に戦うとまた石だぞ。何か、そうか、俺にいい考えがある。クリスタルチェンジだ。よし、セレクト、クリスタル、ウルトラマン銀河、マトウは水、トンペキの海、セレクト、クリスタル、ウルトラマンタロー、あとは火、グレンの炎、後ろにぴったりついて離れるんじゃないぞ。何するつもりだよ。いいから、俺が合図したらあいつの目を狙え。わかった。左、本当に大丈夫か？避けてばっかじゃんか。俺を信じろ、今は集中するんだ。来た！待ってました！アクアミラーロー！こういうことね！今だ！行け！スラッガー！
お前もな。おっさき。おい、ちょっと。しゃ。おい、いきなり飛んでどこ行くんだよ。だって一難去ったら空を飛べだろ。しょうがねえな。やっぱり彩香さんと巨大生物はなんか関係あんぞ。またあのバイブス派ってやつか。それそれ、バイブス派。父さんも今日からバイブス派。父さん。あーちゃー、字が違いますよ。え、なんだよ、そんじゃお前バイブサーの歯って何なんだよお前。この歯、それとも葉っぱの歯。どっちも違えよ。お前早くそういうこと言ってくんないでさ。お前発注かけちゃってんだろ。お前届いちゃうよ、もう届いちゃうよお前。君、素質あるよ。イメージにぴったりだ。え、愛禅誠です。とにかくその帽子がいい味出してるよ。いや、何が。よかったら一緒にどう。おう。についての研究だ、カツミ。ああ、今日のクリスタルはこれだ。グルジオボーン。火炎骨獣グルジオボーン。身長60メートル、体重62000トン。あやかしの伝説に伝わる巨大生物だ。口から火を吐く恐ろしいやつだったな。次回も見てくれよな。俺の恩師熊代監督の引退試合、勝利のために特訓だ。燃えてるな、カツニ。え、なんで監督がルーブクリスタルを持ってるんですか。何やらまた起こりそうな予感。次回ウルトラマンルーブ光のウィニングボール。俺色に染め上げろルーブ。